交換神経と副交換神経は拮抗的に働きます。ここに拮抗って書いてあるけど、まあ気っていうのは大体反対って意味です。交換神経は全身の状態を緊張状態、バトルの状態にします。副交換神経は全身の状態を栄養分の吸収、エネルギーの蓄積、急速的なリラックスするような、リラックスしたような状態に変えます。交換神経はバトル、副交換神経はリラックスと覚えとこう。拮抗的に働きます。で 交感神経の働きをちょっと見てみると、交感神経はね、まあ、ここにね、少女漫画のようなイメージって書いてあるけど、例えば、動向拡大。ね、動向を拡大して、目の中に敵の情報をたくさん入れる。また、交感神経は、皮膚の血管を収縮させる、ね。皮膚の血管が広がってると、そこから熱エネルギーが外に出ちゃう。ね、外に出やすくなっちゃう、ね。エネルギーの無駄遣いだから、皮膚の血管を収縮させる。その結果、ね、顔がざめるなんていうね。また、気管支が拡張する。気管支が拡張すると、酸素がいっぱい取り込める。全身の細胞に酸素を送り込んで、 全身の細胞に酸素たっぷりな血液を送り、酸素たっぷりな血液を送り,送り込んで、そして全身の細胞が酸素を受け取って、たくさん呼吸して、ね、エネルギーをたくさん得られる。ね、気管支が拡張する。また、交感神経は心臓拍動を促進させる、ね。酸素たっぷりな血液を全身に送るために心臓の拍動を促進させる、ね。目の前に敵がいたらみんなもドキドキするよね。他にもね、感染から発汗促進。交感神経は感染から発汗促進。 まあ、いろいろ説はあるけど、滑り止めになってるって説がある。この汗がね、滑り止めになってるって説がある。また、交感神経は、立毛筋収縮。まあ、俺たちはね、あんまり毛が生えてないからね、鳥肌が立つ。けども、毛がいっぱい生えてる動物は、毛が立って、ね、毛が立つと、体が大きく見える、ね。敵が逃げてくれるかもしれないし、敵に噛まれても、もうふっと噛めない。また、え排尿抑制。交感神経は排尿抑制。目の前に敵があるのに、おしっこしてる今ないよね。また、交感神経は、消化管の運動抑制。ね目の 目の前に敵がいるのに、ね、悠長に消化管を、ね、動かして、ねえー、と栄養を吸収している暇ないよね。まあ、こんなふうに、ねえー、と敵,が敵が目の前にいるって時に交感神経は全身の細胞を、ね、その敵と戦うか逃げるか、ね、その敵から逃げるか、そんなふうな体の状態を作るのがこの交感神経です。副交感神経は、ね、やっぱり拮抗的に働くから交感神経と大体反対の働きです。だけど、重大な副交感神経の重大なポイント、2つあって、 副交感神経は一般に感染には分布しない。立毛筋には分布しない。いいかな副交感神経は感染には分布しない。立毛筋には分布しない。感染は交感神経が働いたら発汗促進。交感神経が働かなくなったら促進しない。また、立毛筋も交感神経が働いたら収縮する。交感神経が働かなくなったら収縮しない。 ね。副交換神経はこの感染や立毛筋に分布していない。これものすごくよく問われるので気をつけましょう。交換神経と副交換神経でした。